今ですね、リトアニアのトラカイにいます。でトラカイ城っていうね、湖の上に浮かんでる有名な城を見に来てるところです。でここはですね、リトアニアの首都のビリニュスから、バスでだいたい30分ぐらいの、ところにあります。あ、40分ぐらいかな、40分ぐらいのところにいます。でそこからバスターミナルから 1.5 キロぐらい歩いたところなんですけどね、すごく綺麗なところです。このようにね、すごく人々が休んでるんですよ。今日は、2012年の6月の16日、ね、6日で今日はすごい暖かいです。今の平均気温が大体どうでしょう、もう20度超えてるので25度ぐらい今あるんじゃないかなと思うぐらいなんですけどね。すごくね、このように水着になってる子たちもいたりとかね、でもしくはあのボートとか足漕ぎボートでね、こっちの方ね、遊んでる人たち結構います。で城が向こうですね。でこれに関しては復元されたものですね。戦争ちょっと焼かれてしまったんでね、その当時のままの屋さん残ってないんですけど、当時と同じような感じで復元はされてます。これが復元されたのは1986年か7年ぐらいですね。